まあ、遊び日でーす。ということでね、今回はですね、このベータ期間ですね、始まっておりますね。もう第2回はね、もうすでに始まっていますがね、まあ、もうすぐで終わっちゃいます。まあまあ、1日ぐらい延長するかなと思うんですけど、まあその中でですね、アサルトライフルの中でね、僕がね、まあ一番もしかしたら強いんじゃないかっていうね、思う武器があります。まあそれがですね、KBAR-32 っていうですね、ものなんですけども、これがね、アサルトの中で今んところ一番強いんじゃないかなって思う。最後に出る AK みたいなですね、アサルトあるじゃないですか。あれがね、どうなるかですよね。ガンゲームの時ちょっと使ったけど、こっちの方が強いんじゃねえかなって思うんすよね。だから、これ使うとかなりですね、僕的に KD がかなり安定して、この試合もですね、今んところ、IW やってて、今んところ一番いい成績ですからね、ドミネで。まあ、IW 今全然できてなくて、全然できてないんですけど、まあ、一応、ちょっとドミネやった中でね、スコア取れたんで、まあ、かなりですね、優秀な武器ですね。まあ、使ってる人も多いんじゃないかな、この武器。てか、IW どうすか皆さん。どうすか IW。賛否両論っすね。賛否両論つまんないっていう人もいれば面白いっていう人もいるし、俺的にはよ。俺的にはそんなにつまらなくもないし、まあ、最強に面白いってわけでもない。でも、ドミネーションはまあまあ面白いんじゃねえかなって思う、俺は。ドミネーションは、オブジェクト系はなんか別に俺は面白いんじゃねえかなって思うんだけどな。どうなんだろう。俺は普通に面白い。結果、俺は普通に面白い。なんだろうな。マイシリーズ俺はそう思うんだけどな。まあ、別ゲーと見ちゃうところもあるかな。別ゲーとしてみたら、別ゲーだからな。まあ、結局は、一シリーズごとね。結局違うゲームだからさ、慣れればね、面白くなってくると思う。まあ、オブジェクト系は基本ね、どのシリーズも俺はね、好きだね。っていうことでね、まあ、まだね、サーチ出たのかな、まだ。ベータでなんでサーチが来ねえんだって話よ。なんで来ないの？なんかね、この前出たモード、新モードあったじゃん。あれ、なんか、リス固定のチーデスみたいなやつが出たんですよね。リス固定のチーデス。ある範囲までは、自分にアーマー、リスポーンした瞬間もアーマーがついてて、体力がめちゃ強化されてて、で、リスキルされないのよ、絶対。だから、その中いれば、まあまあまあって感じなんだけど、もうそのモードはまあ、微妙って微妙だった。微妙、あれは。まあ、でも他のモードあるからな。キルコン、アップリンク。あれアップリンクなのかな？あれ新モードか、でも。いや、でも、どうだろう。みんなどうすか？まだやってない人もいるか。V プリカだから、ちょっと買いにくいっていう人もいるよね。だから、ぜひね、まあ、買えば、COD4 リマスターもついてくるから、ついてくるっていうか、一緒のやつ買えばいいのかな？ちょっと高めだけどね。COD4 リマスターみんなでやりてえな。やりてえ。マジでやりてえ。思い出すとね、もう、俺ね、もう、あの時思い出すわ。もう、昔なんてね、俺寝落ちして、その COD4 やってた時は寝落ちして、もう、なんだろう、そのまま放置して、いつの間にかね、マップ外にいるみたいなね、こともあったし、まあ、楽しかったですね、あの時期は。ね、オンライン上で知り合った人とも復帰したりしたし、はい、あ、そいつと喧嘩もしたし、そう、そいつと鉄拳やってたんだよね、その COD4 で知り合って、ザブングルって名前なんだけど、ザブングルってやつと鉄拳やってて、マジで同じね、あれ、このまま、これ、前の話がするな、でも、いいや、同じ技ばっかやられて、もう、切れて、俺が切れちゃって、もう、ざけんなっつって、コントローを投げた思い出がある、それがね、初コントローラーを投げたっていう。はい。ぶっ壊れましたね。Xbox のコントローラーだけどぶっ壊れちゃって。まあ、それだよね。それ以降ないな。コントローラー投げるっつうことはまずない。ない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 。昔でもね、そのね、PS2の時に妹たちがね、やってたんだよ、ゲーム。何のゲームだっけな？太鼓の達人だっけな？妹たちがやってて、で、なんか、なんかわかんないけど喧嘩になり始めて、コントローラーで殴り合ってましたね。それ見て、うわ、やべえな、これ。やってた。いや、やっぱね、女の子は意外に凶暴っすね。凶暴。皆さんのうちはどうっすか？兄とか姉とかいると思うんですけど。まあ、やばい人はやばいだろうね、凶暴さがね。ね、本当にこいつ女かよっていうね。外出たら、まあ、ちょっと
綺麗にしてるけど、もう家帰ったらもう男のようにワンちゃんかよ。風呂上がっても真っ裸で出てくる女とかね、いると思うんだけども、そんなの関係ない。まあね、でもね、一つ思うのはその FP、 これね偏見になっちゃうかもしれないよ、あくまでも個人の意見だからね、あくまでの個人の意見なんで、ちょっといろいろはちょっと勘弁してほしいんですが、もう FPS やってる女子って結構ね、さあどこになんかね凶暴な人が多い気がする、凶暴な人が多い気がするな。まあまあ人によってだけどね、人によってかなりやってる人はね、例えばね、この前やったササコとかね、ササコってわかりますかね、俺と一緒に 2on2 やった女子、あの子はね凶暴っすねとかね、まあなんかね、なんか男気あれ、なんかな、なんつうの、強い、気が強い感じがする。いやーでも彼女できたら一緒に FPS やりたいな、ゲームやりたい。いや、そういう願望の男子はですね、ぜひですね、このコメント欄に、もし彼女ができたらどんな風に一緒に FPS やりたいかっていうのを書いてください。じゃあ僕のを発表しますよ。僕のはやっぱね、ちょっと皆さん想像してください。想像してください。自分の好きな女の子が自分の目の前にいると思ってください。で、テレビも見ながら、まあ肩をですね、肩に、彼女の肩に後ろからね手をかけて、そこでコントローラーを持ってやりたい。いや、わかりますか、状況わかりますか。彼女の前にコントローラー持ってきて、で彼女をなんかそうハグするように、そう FPS をやったら楽しいなあ。いやー、皆さんの願望だろうすか、もうね、そういうね、俺ね、ハグが大好きなの、ハグがもう、ハグしたい、もうね、変態なんですよ、俺。あ、変態なんていうことは知ってるよ。なんていうの、なんかね、その人肌寂しいというか、もう11月っすよ、11月。いや、この時期はもうね、だいぶ人肌恋しくなりますよ、皆さん。もうクリスマス。なんかね、彼女がね、そういないのはね、まあ僕は別にあんまき、ね、あんまそこまですごい気にしてるわけではないんですけども、イベントごとが来ると辛いですよね。例えばバレンタインとかね、来るとかなりね、もうクリスマスなんて特に、あれ俺何してんだろうって言いながら、COD をやる。おい、センタースモーク来てんの、センタースモークって、おい、これねえの、ふざけんなよって言ってる場合じゃないですよ、本当に。本当にそんな場合じゃないです、本当に。いや、だからね、皆さんもね、ぜひですね、その周りでいい人を見つけて、まあね、そのね、そのクリスマスの夜にね、一緒に COD やりながら、あっ、あっ、おい、おいっていうね、夜を過ごしましょう。ということでね、まあ、クリスマスだからね、クリスマスプレゼントで PS4 もらったりね、COD もらったりもね、もしかしたらできるかもしれない。期待しちゃダメだね。俺のね、最後のクリスマスプレゼント、いつだろうな、サンタさん来たの。サンタさん、いつまで来てたっけな。いやー、来なくなってから、ちょっとすごい、なんかな、寂しかったな。中学生までだっけな。いや、中学生も来てないわ。じゃあ、小学生までか。小学生までだわ、よく考えたら。いや、そうだよな。皆さんのところでサンタさんいますか？うん。サンタさん？バカですか？サンタさんなんていません！はははははまあこういうことちょっと言っちゃないですね。まあサンタさんはいるんでね、ぜひサンタさんにお願いをして、僕なんてね、サンタさんいると思ってたからね、なんつうの、デュエルマスターズっていうですね、まあ今もあると思うんですけど、あれのチラシをですね、そのなんていうの、天井に貼って、なんか毎日ね、サンタさんお願いします、このカードくださいってですね、朝お祈りしてました。そんぐらい信じてましたね。まあ今でも僕はね、幽霊とかその類のものがすごい苦手で、まあ信じてしまうんですけども、まあぜひですね、今度とつまちで怖い話またやるんで、ぜひください。はい、まあそういう感じでですね、まあ皆さんもね、まあいろいろ夢を見ることもあると思うんですけど、まあその夢ってね、結構大事なんですよね。子供にそういう夢をね、抱かせるっていうのはすごい大事で、はい、そういう子ってかなりいい子に育つみたいですみたいな感じで、皆さんもね、CODIW、そして COD4 をですね、買って一緒にやりましょう。またね、リスナー参加型企画とかもやるんで、まあね、下のぜひね、説明欄のオープンのところで、いつも生放送、大概ね、週1ぐらいで今やってるかな、今度週2とかでやるかもしれないけど、まあ、そっちで生放送するんで、ぜひですね、来てください。それでは、セイウーエッシュ！なかなか接戦だったね。
やばい。いやー、接戦だったわ。18K13です。